ゼロイニシャライズさんに向かってます。身体調理、体の調律をするっていう意味を込めての器具として、6であったら6人は同じような感じで体を調整できるんで、おおし。Welcome to リニアチャンネル、ようこそリニアチャンネルです。今日は僕が定期的に体のメンテナンスとかでお世話になってるゼロイニシャライズさんに向かってます。でそこは昔からキッドさんとかダルビッシュさんとか体見てもらったりしてたゼンさんというスペシャルなお方がいるので、僕もよく体見てもらったりトレーニングしてもらったりしてるので、そっちの方で撮影していきたいと思います。グラディエーターのフェザー級チャンピオンに2月になった僕の同期の川野マスト選手もカメラに入りますので、皆さんよろしくお願いします。それでは行ってきます。紹介します。ゼンさんです。ロードトゥー UFC の準決勝が終わって、はい、僕がぎっくり腰になって、その時に YSA の、 リニューアルのレセプションパーティーがあって、そこで出会ったんで、一昨年の11月とかでしょ。そうですね、はい、一昨年の11月。ゼロイニシャライズのゼンです、よろしくお願いします。もともとゴルフやってて、幼少期はサッカーやって、そこから18からゴルフして、はい、プロになって、はい、でも26、7ぐらいでは1回ゴルフやめて、そこからまあ体に携わる、自分も腰痛とか学生の時に椅子引かれてバーンと座って、はい、ビデオ作りに行って、はい、そこからもうサッカーも5分走った足つるようになって、中1からサッカーがすごいしんどかったから朝鮮学校で、だからめちゃめちゃスパルタやって、まあ、あの時水飲むなとか、はいはい、だからそういう意味で言うとサッカーについていくために自分がもうストレッチを毎晩、ある意味中1からこの年まで多分寝る前は欠かしてない、やばいっす。そんなもあっていろんなトレーニングとか、まあ、ゴルフの時もしてたりやった結果、自分の中でトレーニングって良くなるためとか強くなるためにやる部分でもあったけど、いろんなトレーニング方法も勉強したり実際やった時に、例えば怪我した時にみんなトレーニングってなんか休んで治療を受けましょうとかだけど、そもそもトレーニングって良くするため強くなるためって怪我も治すんじゃないのっていうのが根幹にあったんで、なんでそういうマシンがないんだろうと思ったから、じゃあないんだったら作ってまえって思って独学で勉強して、マシン、このゼロエアマシンって言うんですけど、最初ストレッチマシンって言うとはって言われたけど、はい、俺の中ではストレッチマシンじゃなくコンディショニングマシンでもなく身体調律、体の調律をするっていう意味を込めての器具として作ったけど、はい、今コンディショニングマシンとして普及していったりとか、まあいろいろそのフィットネスとか治療院のとことかにまあ納品してもらったりして、マシンにするきっかけは1対1やったらこうやって見れる、でもやっぱり1人見るって結構なエネルギーやから、1日に見ても3人4人でも、マシンってもう6台あったら6人は同じような感じで体を調整できるんで、手で見るのとはまた違うんですけど、まず基礎部分で言うといろんな人にあればある分だけ人が乗れるし、いろんな大衆にも行けるように、まあ、マシンに変えたっていう経緯です。今のマシン重りを使って、はい、これは、ね、はい、なんか今までのストレッチと違うんだっていう、はい、重りっていうのは重力と関係してて、重りってかけた以上に戻ってくる力っていうのは、かけてボンって戻るときに慣性がかかったり、一回かけたら上がるやん、下がるときにはズドンって戻るから、はい、それを利用して、まあ、トレーニングって従来行われてるんですよね、はい、基本的に慣性がかかるっていうのは緊張が起きるんで、だからバネっていうのは本当はこれ振動とかそういうのを入れたかったんですけど、電極入れるとやっぱり開発費が膨大になったりとかするんで、はい、一番筋肉に近い性質、慣性が働かないって言ったらバネだったんですよね。大盛りだったら極端に宇宙飛行船でトレーニングやるときって全部バネなんですよ、重力関係ないから。重りだったらもう重力関係しても落ちないから。確かに、そう、そういう意味で言うと、その重力とはそれなりに関係ない伸びた分子が縮まないっていう筋肉に近い性質とも言われてるんで、バネにして結構いろんな研究して小刻みに動くようにしたんで、それが体の要は振動とかちっちゃく動くっていう動きを出したかったんで、それを重りでやるってのとこう感性がかかっちゃうから能動性が高くなるんです。でもバネにやると受動的に受けれる、だから受動性を高めつつ、でも足で動かしたりちょっと手で動かしたりちょっと力加えたり、能動と受動を両方入れれるようにやったんで、例えばリンヤと喋るときにおはよう、おはよう
リア何やってる、何々やってる、帰ってくるから、これ発した言葉に戻す、まあ、こういった押し引きがいるんですよね。そういう意味で体もただ単にずっとマッサージばっかりとかケアばっかり受けてるんじゃ、体も極端にそれに慣れちゃうんですよ。だから自分で自発的にもやらないといけない。それが両方均等でちょうどいい塩梅が一番だから、だからマシンには能動性と受動性を持たせるっていう風に設計したんで、はい、もうそうですね。ずっとやってるとやっぱ1個のマシンでも自分のなんかオリジナルの形とか出てきますから、能動的にさせられてました、ね、そう。でも受動性もあるから、はい、そう。リンヤさんは初めてマシンを使ってみた感想ってどんな感じですか？初めての時はヒップのマシンをうつ伏せになってやってたら、後ろから前さんやり方ちゃうで骨盤を持ってこう息抜いて息吐いてもっと吐いて、はいこれで OK 立ってで立ったろおいみたいな、すっげえ蹴りが走るんで、これ俺が作ってんけどみたいな、あでキッドさんのトレーナーやってた人だってちょっとつながった部分があって、じゃあその時はまた知らずにその YSA の方がリンヤっていう選手でみたいな、名前聞いたけど名前忘れたんで、あのしゃずっと喋ってて2時間後長いろんなセッションした後に名前何やったっけみたいな中村リンヤって言いますってその時は YSA だったんですけど、はい、事務所もちょっとこう動き見れたりストレッチマシン置いてるから、はい、遊びにおいでって言ってくれて、はいはい、で来て見てっていう感じです、はい、そこから、はい、来させてもらってます。ほらリンヤと押し合っても絶対負けないです。あんまり言ったらあかんか、ガーって押し合いしても僕押せないんです。寝技してもひっくり返せないんです。なんかねずるいんですよね、なんか掴んでるんですよ、地中にあるなんかを。え、もう一回なくなったよ。はい、おお。吸って吐いて離れ、はいよー、よし、よし、はい、重心がめっちゃ真ん中に戻るのと、呼吸がめっちゃ軽くなる感じがすごい。まっすぐでそのまま早く呼吸入れて、そのままちゃんとまっすぐで、ほらこうやってちゃんと耐えてよはい、歩いて、うわっすげえ、おいドーンって殴っていい、リンヤの場合はい、息吸って吐いて OK、はい、はい、お脇締めて、そう、そこそう、これやったら耐えれるんですよ、はいはい、もっとも言う、耐えろよ、はい、耐えろよほらうわOK、用意、スタート、はい、はい、ここでもう腰が抜けてます。で、これ俺も押していくと、いくよ。反対です。反対いける？自分の得意構え。得意組こっちです。OK、用意、スタート。はい、どうぞ。もう分かってずるっす。重心上げてもいいよ。俺の重心上げていってもいいよ。はい、どうぞ。やばい。やばい。樹齢2000年の猫が、はいはい、猫が生えてる、これ、はい、行くよ、しかも全方向に生えてる、これ行くよ、ちょっと待ってください、待ってくださいマスターグレコのチャンピオンなんだよ、よーい、スタート、おいしろ、回せよ、お前ちょっと回せよ、お前ざけんなグレコの構えどうやる、前足は前で、後ろ足はこれ横、ここで押す、俺これやったらもっと強い、はい、いいよ、はい、絶対動けない絶対動けない、もう入ってもこれを押し、それなんだよそれ僕が力で力んだら、以後用意したと思う、力で力んだら負けちゃうんです、僕が全身を全体重の支配をもうこっちが入らなくて、相手が入れる、入れたら入れるほど力んでくれるから、
例えばバランスボールとかありますよね、あれって殴ってもう割れないですよね、これって吸収されるから。でもこれをもっとパンパンに離してギチギチにやったらパーンって割れると思う。だから力むってそういう状態、力を入れるときっていうのは力むんじゃないんですよね、ここで対応して、ここで一瞬だけ、一瞬で呼吸をいくよ、はい、ちゃんと相手を1、2、3、そう力み一瞬はあるんですけど、はい、0. 何歩だから多分もうジャンプいくんで分かんないですよ、2人だったらそれはだって体重が上回りますよ。 OK、 よーいスタート。はい、あーもう勝った、はい、いくよ、いいの、いいの、はい、よーいスタート。もう固まってんの、まあ、詰めたんですよ、これ解除するの100万かも。息吸って吐いて、でこれをもう一回やって、はい、はい、用意した、よし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 、叩いてもないの、ここに脊柱あるんですけど、詰まってる部分をそのままほぐしていくっていうか、あ、ここの詰まりを取っていくっていうのが、結果的にこうやって叩くっていう動作が一番早いんですよ。叩くとやっぱり何でも振動するんで、バンっていう、この世の中って全部振動、これも振動してるんですよ、見えないけど周波数を持ってるんです。そういった周波数をちょっと変えると人間ってすぐ変わるんです。だからリラクゼーションミュージックとかも周波数がヘルツがいいから、だから海に行ったら人間って落ち着くやん、海の波見て、そらバシャーってなってんのを見て落ち着きやすい。でも穏やかな海って落ち着けやん、穏やかな海って1分間にだいたい18回押し寄せる波が、人間って1分間に18回呼吸する、だからそれが共鳴するから結局落ち着くの。焚き火とかも火とかもそう、そうやっぱり自然の周波数っていうのがあるから。例えばリンヤは UFC の選手です、10年前にってこうやって人ってのレスリングって組むんだよっていうのと、今こうやって組むんだよって学生行ったら、どっちを信じる、はい、いますね、今を信じますよ、なんでか UFC 選手だから。でも中村凛也は中村凛也だ、それが UFC の選手じゃなく普通に例えばレスリングちょっとしてる、格闘技をやってる、はい、っていう、こういう風にこういう風にパンチするよっていうのと、はい、今 UFC 選手であるパンチするよって言ったら入ってくるの違うやん。それが合ってる間違ってる関係ないです。リンヤが言ったから合ってる。変わってるのはこの 見る目が変わるんですよ、周り。だからみんなタグって言うんですけど、僕は。UFC 選手になった瞬間扱いがみんな変わる。変にこういう風に持ち上げたりしたりとか、でもそうやるとやっぱりこっちも、こいつ持ち上げてんな。はい、なんでこんなんなるんかなって最初言った時悩んでたから。でもそうやん。チャンピオンになった瞬間変わるやん。でもそれは正しいに変えていかなかった。そうやって説得力を増していくっていうのが大事やからさ。はい。でも、マストに変わりはなかったやん。チャンピオンになる前もなってんじゃん。はい。変わりはないのに、説得力が、聞く側が変わる。はい。一人は結構、そのタグを取って、ね、やっぱしがみついちゃうんですよ。うん。なんか。だからそれでいいね。アスリートの間は全然。それは世の中タグが必要やから。やっぱり、はい、なんだかんだ。ね、うん。俺もこう言ってんのも、俺が最初やった時もこの考えは変わってない。だけどやっぱりノリさん、はい、キッドさんと一緒にやりだして、はい、あ、キッドを見てたんだっていうだけで周りが変わったから、はい、俺やし、俺別に何もやってない。ノリさんとたまたまご縁があって、ノリ、はい、さんの体を見させてもらってって見て、楽しくやってただけで、はい、周りが、お、俺すげえみたいなのあるけど、別に自分自身は何もやってないわけ、はい、そうそう。11年、12年前って言ってることほぼ変わってない。あ、もっとシンプル化してる。以上がゼロアイさんでの体のコンディショニングとトレーニングの様子でした。今日紹介したあのゼロアイさんの情報などはあの URL としてあの下のリンクに貼っておきますので、皆さんぜひチェックよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。
最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。息んでるよ、ここ。わかる？はい、ストップ。バタバタ、息は止めたままやで、息は止めたまま息、はい、もっともっともっと、ほら、伸ぶ、ここ全部全部全部で、膝曲がってるよ、膝曲がってるよ。はい、息吸って、はい、止まる。はい、息吸って、吐いて。はい、息吸う。